ね、ちょっとこれ食べた方がいいかな。ね、いただいて、自分で食べた方がいいね。ね、ここに高いかな。
高いよね。Yeah.
それで大乗仏教が日本に入ってきました。大乗仏教ってのは本来の仏教と違います。邪魔だな。中山新聞500年後にね、そうですよね、創作したっていうのね、創作したの。その過程でキリスト教が入ってるんですよ。かもしれない。だから自分のことを作るだろうっていう人の前に本当に頼んできた。そう、そう、それはね、ジミー先導だって。ジミーっていうのは、ね、自分っていうんですね。ジミーはね、あの未来の、だから自分はさておいて、それはまだ行かないで、先導だっていうのは先に人を渡すという考え方がある。大乗仏教、大乗仏教っていうのは要するにマハヤーラなんですけど、大きな船っていう意味なんですよ。大きな乗り物っていう意味。それはノラの船なの。かもしれませんね。みんなで座りよってこと。そうですよ。正常仏教っていうのは小さな船だから、自分が悟りを開くってね。キリスト教と仏教の照らし合わせっていう勉強会。味見してみたい。宮崎さん、ぜひやりましょう。やりましょう。やりましょう。見たの。ちょっと俺が振り手だってのは弱いですね。大丈夫大丈夫。予習していきますか。予習していきます。予習を復習でね。この日があるのは面白かったですよ。たまたまあのテレビでね、先生のことを拝見してた。有名学校生な。無事だったんですからね。ええって感じ。神の降臨だったね、これは。当面刑事ですけど。僕らはみんなそれは、阿弥陀さんの計らいですから。イエスの考えってことですね。全部同じですよ。今人間なんて考えてるから大したことないんですよ。やらないでしょ。全部ね、神とか阿弥陀さんの計らいで動いてるんですよ。自分で考えたことないんですよ。全くここだけの礼拝が流れてるから、あの牛山さん、もっと長いとしようってからにみたいなね。宗像志功っていうあの漫画家いるの知ってます？あの人がね、いろいろ言ってるんですよ。自分の作品はね、私は自分の作品に責任を持って思ってます。あと何時やったの？随分こいつはね、いかようといいなと思ったんですよ。そしたら自分はね、自分がほとんどないって言うんですよ。天によって降らされてるんですよ。文句は、ね、天に言ってるんですよ。私なんかそんな感じですね。天から来たら歌がいい。まだいい。いいね。いや、ちょっと歌が入りそうなんで、皆さんね。自己紹介で歌を言ってみましょう。これは、神に捧げる賛美歌です。ね。これもやっぱり音楽2でしたから2 音楽2だったけど作曲できます。2すごい。やってるのは神様ですから。すごいやね。みんな上から来てる。何しろあの教会行って洗礼受ける前ですよ。久保先生の教会行ってね、で曲作ってるって言ったら、久保先生がまあ社交辞令で、じゃあ今度曲作って賛美歌作ってくださいねって言って、で帰ってその日に2曲作る。それはやっぱり私が一人で作ってるわけじゃないです。ロカビリーを。ロカビリーで。ロカビリー。じゃあね、今まで君に東京はやってないです。せっかくです。
大将まだ何年だ5年ぐらいだけど市役所局できてる。すごい、5年で。そうです、カメラマン2人いるの。いや、いいじゃん、大丈夫。撮ってもらったらみんなブルーで大丈夫、三脚ありますじゃあ、ルールジーダス来るとまで英語でかっこいいよ。何がいいかな、この教会に合いそうな人だと思うし、カードないかな。あ、じゃあ来ちゃうんですか。いや、まだこの1曲ぐらい